皆さんこんにちは、タカです。今日は iPad のサイドカー機能を使って DTM およびロジックでどう生きてくるのかっていうことをご紹介したいと思います。はい、今サイドカーで MacBook につないだ iPad の画面が映ってるっていう状態です。でここからですね、 Apple Pencil を活用していきたいので、それが生きる使い方をご紹介したいと思います。例えばこのピアノロールをここに映すってことができるんですね。こういう感じで映して iPad のスマートキーボードがここの画面でも生きるんですけども、なんか設定によってはね、動作しないことがあるので、 MacBook の方のマジックキーボードを叩いてます。これは美人作曲の秋山里穂さんに書いたトランペットの楽曲なんですけれども、この楽曲を題材にちょっとやっていきたいと思います。でこれ今ストリングスのリージョンで何もね、モジュレーションとか書いてない状態なんですけれども、これをですね、今これ Apple Pencil で書いてます。 Apple Pencil で、しかも、キーボードのですねコマンドキーを押しながらやってるんですけども、これでこんな感じでグリ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 っと、ここに最初にね視点をここ決めるとやりやすいかもしれないですね。でグリ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 みたいな感じでこう、ちょっとねもっさり重いのは、もしかしたらこれが一世代前の iPad と MacBook だからっていうのもあるかもしれないです。もしかしたら最新だったらもうちょっとサクサクいくのかな。それだったら最新にする意味ありますよね。こんな感じで、まあ、こうクレッシェンドしていく、26小節目はクレッシェンドしていく。で同じくエクスプレッションもそんな感じでやってみたいと思います。 iPad 側にピアノロールやった時にピアノロール内のそのツールの選択がサイドカーだと出ないんですよね。なのでロジック上ですでにやってありますけれども、これ鉛筆ツールにしといた方がいいのだと思います。まあ、ハサミツールのまんまとかでもね書けるんでしょうけど、ドシーのとこを今ピークに持ってきたっていう感じで、まあ、クレッシェンドを書いてみましたと。でこれはすごく非常に Apple Pencil 向きの作業だと思います。で逆に相性がねあんま良くないなと思ったのが、あの音符の入力ですね。これ音符の入力ねできるんですけど、こんな感じでやっていかないといけないし、ちょっとずれるんですよ。なんかここが吸い付く機能がないみたいでちょっとずれるので、この音符入力するっていうのは普通に MIDI キーボードの方が全然早いかなと。ただできるはできるし、ただこのグリグリ書くっていう感じじゃないですよね。この点置いて1個書くっていう感じなので、しかもコマンドキーを押しながらじゃないとできないっぽいです。間違ってたらすいません。なのでやっぱりこういう線をの命令を書くっていうのはすごく向いてるなと思います。普通にもうロジックのこのアレンジウィンドウをそのまま出しちゃおうっていう、出しちゃおうっていう感じのこんな感じ でちょっとね、あのインスペクターの欄があるとかなり狭いので、こうやって隠して使うってこともいいと思うんですけれども、例えばそうです、ここだったらじゃあこのトランペットが今生なんですけども、こんな感じなんですけど、例えばこれのオートメーションもさっきと同じように、まあこんな感じ、まあトランペットにねこんなに大げさに書くことないと思うんですけども、ボーカルのデータだったりとかに、ただ所感としてはなんかねこのアレンジウィンドウの方がなんかもっさり感はないかなって感じはしますね。であとはこの、今のオートメーションと同じ要領でこのフィルター、これ今もこの操作も Apple Pencil でやってます。このフィルターもこんな感じで、まあねこれを今の書き方だとマウスで書くのとあんまり変わらないと思うんですけども、まあ、アレンジウィンドウに Apple Pencil で書き込めるっていうのが個人的にはかなり新鮮で、何かそのマウスだとあの良くも悪くも自分が今決めたことをやろうと考えてマウスを動かすじゃないですか。
これはなんかペンなんで本当に直感的になんかやろうと思ってないことでもなんかやっちゃったみたいなことができそうなんで、そこがなんか新しい自分の手癖じゃないものが出てきそうっていう点ではかなりいいんじゃないかなと思います。で、あとは EQ とかね、例えばちょっとやってみたいと思います。これ EQ の画面、じゃあちょっとハイ上げようかなみたいな、そっかそっか、これ多分最初に全部オンにしてからですね、オンにして、あでもこれかなり、まあ、できなかないが、あでもどうだろうな、繊細に書くっていうのは結構向いてないかもしれないですね。EQ をねこんなに大雑把にやるっていうこと自体はないと思うんですけどもなんかこれもあの偶発的な使い方っていうか、なんか自分が意図していなかったことをやるには結構いいかなとかって、あと EQ をこんな書くっていうのが本当すごいことですよね。このアレンジウィンドウもそのまま映しちゃってると本当にもうあの iPad でロジックを操ってるっていう感覚になるので、なんかちょっと新しいなとは思います。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、僕もねちょっとまだまだこの機能を使いこなせてないので、あの MacBook とともに使っていけたらと思います。皆さんもなんか iPad サイドカーの機能でロジックでこんないい使い方あったよとかあったら教えてください。以上タカでした。